こんにちは。こんにちは。前回に引き続き挿し木の掘り上げ。はい。こちらはベニシタンの苗木がこのくらいのがありましてね、長すぎたんで、はい、植え切って挿したんですよね。なるほど。ただ途中で剪定をできなかったのでちょっと伸びてますけれども、まあこれは最初の年はなんとかなるということでちょっと掘り上げてみます。うわ、すごい根が張ってるよ。ここにあるもみじも助けたいよね。これもこれはちょっと、しょうがないんですよ。結構根が出てるんで、ここにね違うのが生えちゃってんでね、どうしてこんなとこに刺しちゃったんだろうっていうもみじが一本。すごい葉っぱちっちゃいですね。これはね、今日の糸をなぜかここに刺したという。まあどっちにしろ根を切るのでこの辺で少し切って。よし、1個できました。こんな感じですね。結構ねちゃんと出てますね。ほら、これどこからも出ちゃうんですよね。これは後で切っちゃいますけどね。これは枝ですね。太いとこじゃなかった。よいしょ。ベニシタンね、挿し木つきますからね。そうですね。この根っこ見るとね、結構しっかりと根っこ出てますでしょ。で一応ですね、これがまたポットに入るわけですよね。はい、でこちらのものが去年ポットにあげたやつだから、一昨年刺したやつですね。はい、でちゃんと植えてちょきちょきしてちゃんと肥料もあげて、で今こんな感じですね。これは後で今度は豆鉢に入ります。はい、だからこれをどうするかとりあえずこれはポットに植えるんですが、長いやつはここで。枝がありますからここで切ります。ね、枯れてないから。でもここ曲がりがあるんで切っちゃうかな。剪定をして。でね、ここはこのくらいですかね。あんまりね切っちゃうとかわいそう。ちょっとこう伸びたとこ今切ったんですけど、はい、これでもう本当ね、正鉢に植えても。出来上がっちゃいそうな感じですが、根っこがこの状態ですから、正鉢だと根の粘りができないと思うので、とりあえずポットに入れて、花の時はちょっとまだ植え替えたてだから販売とかはしませんけれども、実がつけば秋までには根が張りますから、秋の実物状態の時にはもうお店に並ぶ可能性はあります。これしっかりしてるんで止めますね、ちゃんと。あんまし深植えしちゃうとまた変なとこから根っこが出ます。少し浮かせ気味に、浮かせ気味にしてます。手で上に上げてるんですよ。花の時期っていうのは5月ぐらいですか？はい、そうなんですよ。だいたいね4月の終わりから5月の頭に咲くものなんですが、今年は異常に早い。全部早いので5月の連休に売るものがほとんど咲いてしまってます。なのでこれもね、咲いちゃって終わりますもんね、これ多分。そうなんですよ。ただほら実物なんで、実がつけば秋はねまたね可愛いのが見られますからね、それをちょっと期待しますが、花の時に植え替えると実が止まらない可能性があるからちょっと嫌なんだけど、でもまあ花が見えた方が何をやってるかよくわかるかもしれない。こんな感じですね。はい、これで1個出来上がり。これでまあ枝が伸びますから、ちょこちょこ切って、でもうちょっと経ったら1ヶ月ぐらい経ったら肥料もあげて、実が止まれば1個か2個止まれば十分ですね。このサイズだったらね、こんな感じですね。でこれが1年後、そう一昨年刺して去年ここのポットに入れたものですね。ちょっと太かったんで大きめのポットにしてありますけれども、この太さでも挿し木はつきます。で1年経ったんでだいぶ太りましたけど、こうなっちゃったらもう正鉢にしっかり入れられます。でその前にちょっと静止しますね。この花のついてない伸びてるところをちょこっと切ります。基本的に伸びたら切っていけばいいんですかね、これは。そう、もうベニシタンはそういう植物です。よく伸びますよ。こんなに根が出てる。で軽く落としていきますね。今咲いてるんであんまりね、今度は咲いちゃってますからあんまりいじめたくないんで軽くやりますね。洗います。もうこの辺で洗っちゃって、できれば根を切りたくない。なるほど。咲いてますからね。かわいそうでしょ。こんなに根が出ますよ。小根がね、だいぶ違いますよね。さっきのがこれですからね。こんな感じがこうなりますね。生命力が強いのかな。強いですね。紅シタンとか白シタンはね、すごい強いですよ。で、ただね、紅シタンは枝枯れするんで、あんまり大きくしてかっこよくしようとすると枝枯れるんですよ。なるほど。どういう具合で枯れるんだか、それはね、もう紅シタンに聞かないとわかんないんですけど。紅シタンはね、答えないですから。根はこの程度ですよ。ただ土はちょっと落とさないと。ちょっと切る。はい。今度はね、鉢ですね。ピンクの花で、さらに赤い実です。さっきの鉢だとこれが磯さんの鉢。サイズ的にはこれ、深さ的には、太さ的にはね、これだったら枯れにくいかな。あと別の丸じゃないやつも見てみましょうか。楕円、こんな感じ。どう？いや、いいと思います。流れがね、流れがあるしね。よりちっちゃくても入るけど、でもあんまりちっちゃくすると実止まんなくなりますからね。どうでしょうね、これとこれ。楕円の方がいいですね。楕円の方が、これだとノーマルすぎるかな。これも磯さんの鉢ですけどね。さすがにこれ黒いのだとね、ほとんど手をね入れてないので、古い葉っぱがついてるから、これ取りましょう。豆鉢用の網止めるのも一仕事ですね。ちっちゃいからね。ピンセットないと止められないんですよ。ピンセットで押さえて。小さいからね、抜けちゃうんだよね。朝鉢はね、特にね。ですね。さすがに少しはね、粗いの入れないといけないんで、パラパラパラと入れますが。両方同じような形なんだよね。傷が見えないのはこっちですね。ただ花が多いのはこっちなの。こっちが花が多くて、ここに傷があるでしょ。これがこっち前にすると傷が見えるのね。この枝いらないかな。取っちゃいます。どっちも同じような感じですから、この鉢だったら両方見られますのでね。可愛いですね。ね、ちょっとグラッとするんで、もう一回と。はい。楕円だから、ちょっと寄せるんですよね、これは。そうそうそう。こっちにね、こっちに寄せてるんだけど、ちょっと効かないんで、もう一回やります。よし、オッケー。してね。これ少しです。軽く。で、あとは、豆。根っこが飛び出てるの、これいらないね。これはいらない。いやー、水管理が水管理大丈夫です、大丈夫です。それが気になっちゃうな、やっぱこの鉢だと。そうですか。でも結構大きいと思うけどね。基本本当はね、もう一回りちっちゃい方がかっこいいんだよね。だけどほら、水の管理っていうからね、自分で全部こう管理してるわけじゃなくてね、売っちゃった場合のことも相手のことも考えなくちゃいけないので、ちょっとこれでも大きめには入れてるんですが、もう本当の豆好きな人はもう一回りちっちゃいのに入れるはずです。これ大きいんですよ。だからほら、実が止まるものはあんまギリギリで育てちゃうと、実が止まらなかったら意味がないからね。こんな感じで、こんな感じ。かわいいね。こっち前なんだろうな感じね。これが出てますからね。でも裏にもほら花芽がついてるから、これで挿したのが一昨年の6月だから、丸2年ですね。挿して丸2年でこれができるわけです。これが1年生からね。そう考えるといいですよね。早いですね。太いとこでも根が出やすいので、大きな木を持ってる方は枝を切るときにこう刺してね、置けば豆盆栽の素材は作れますね。なるほど。はい、これが紅シタンの豆盆栽の豆盆栽。2年でできる鉢上げです。そうですね。はい。こちらも大盆栽祭りで販売？あ、そうですね。販売しますよ。このサイズはもうちょっと大きめのこういうのもあるんですけど、うん、一番ちっちゃいのも販売します。はい。というところで終わりです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。大盆栽祭りの商品。元苗か。これ、うん、さっき刺したやつの元なんですよ。はいはい、こっからこう出てたわけ。それを切って上だけ刺してる。なるほど。これが下の部分で、うん、実際に苗木屋さんがポットで売ってたのはこんなでかかったわけです。これはあれです。姫の三差し。三差しです。これ赤い実がなります。こういうのは持ってきますよ、もちろん。持ってきますが、くわなってる、ほら。なってる。これ多分ね、落ちちゃうかな。あと10日あるからね。10日以上あるでしょ。これ真っ赤になるんでね。姫くわ。姫くわです。これはね、獅子頭の実生。可愛いですね、これ葉っぱはちゃんと獅子頭で、これでね3年生ぐらい、3年生太らないんです。それでだいぶ枯れましたよ。1年生はもっとひょろひょろで、その時点で2年になる時に枯れて、なかなかねきちんと育ってくれない、で曲げたんですけど、曲げがね戻るんだよね。あんまりやると折れる。これ山もみじみたいにギュッて曲がんない。山椒の実生、これでね3年生なの。ちゃんと匂いますよ。あ、すごい山椒。これうちの庭に生えてる山椒の種取って巻いてんだけど、山椒って挿し木でもつくんですけど、挿し木だと枯れやすいんですよね。山椒でしょ。ほらさっきのクワもほらこんななってます。これも鉢にあげるのもあるし、あげないのもあるし、あとこれで少女でしょ。で少女わかりますね。はい、ローズマリー花終わります。花終わりかけてますね。だから。咲きます。だからモミジもこれ葉っぱ買っちゃったね。なんで中途半端なことするんだ。葉っぱ刈られちゃいました。アルバイトの人に。これコバの白シタン。花がね、これあんまついてない。花がついてるのはね、先々週に。団体さんが来て買ってきてる。ここに1個ある。ちっちゃいだよ。ちっちゃいの。ちっちゃい赤い実つくんですよ。これ刈り込んで来年用ですね。来年用とか、この辺はバラですけれども、はい、なのもあれかな。これね、山の金蘚を巻いたやつですね。未生の金蘚。まだ形にならないけど、これはもう寄せ植えにするしかないかな。ね、ただ。伸ばしてありますから。この辺もありますね。ありますよ、ありますよ。もう花咲いてきちゃった。時期的には何が花の時期？バラ？じゃない。バラも咲くけど、これ遅いもんね。花上がってきました。ほら。これはこの花。これ。これもバラか。八重咲きの姫バラで、これはもう野バラじゃないですね。姫バラです。ただ四季咲きなんでよく咲きます。これも花が上がってるのがあれば販売。これもね咲き始めたでしょ。これもう早くて、これは好調着の姫ですね。かっこいいんだけどね。いいですね。私のねあれはね、コナラの花がねコナラの花わかるかな。これオス花。ここがオス花で、ここの先端にメス花があるんです。見えないんだよね、でもね。これは一切コナラだから今作り込んでるんであれですけどね。これね結構ね苦労したんですよ。この枝いらないね。4年目にしてやっと花が来ました。ピューって伸びてて実のなるやつを切って、ここでそれで小さくして作ってたんですけど、なかなか花来ないと思ったら今年は成功ね。このサイズでどんぐりがいっぱいになったら可愛いでしょ。ああ、どんぐりできるんだ、これ。あ、できますよ、花ですから。これがオス花で、先端にあるのがメス花なんですけど、そのメス花がどこにあるんだか見えない。おならはだから持ってくとすれば、花がついてるやつ、ああ、もう花が終わっちゃった。まあ、ちょっとまだまだいっぱいあるんですよね。ね、うん、種類がとにかく多いんで。多いんです、はい、これ今葉刈りの途中なんで、これをこうしちゃうわけよ、一回取ってね、全部ね吹かせ直し、何しろ枝がねビュービュー伸びる木なんでね、質の問題ですよね。だからこっから吹かせ直ししたいわけ、だから一回切っちゃってやるとこうなるわけ。ここからほら吹いてきたじゃん、吹いてきたでしょ、下から全部切っちゃったから、それでもうちょっと経つと良くなるんだけど、こういう状態にして葉っぱが出て揃った秋ですよね。秋になれば販売はできるけど、もうこれでいいっつんならこれ持ってってもいいけどね、自分でやんないと。こんな葉っぱ大きいんですよ。これ去年ね葉っぱねすごいちっちゃかったので、土鉢にして形を変えるんで土鉢にしてぶった切ったんですよ、一回。だからこうなっちゃった。などなどいろんな商品が、はい、お祭りには持ってかれます。はい、あと鉢ですよね。はい、豆鉢が山のようにあるので。そうですね。今年豆鉢結構ありますから、紫水さんももちろんありますけど、一層さんもいつもの通りありますけど、その他もろもろ豆関係ね、このくらいからこのくらいまで。並べます。はい、お安く提供しますよ。お安く提供してくれるそうなので、広いものがあれば、はい、ぜひ5月の3、4、5大根さん祭り、御さんのお店に足を向けてもらえればと。見られるかな。3層ぐらいになってますもんね、お客さんの列が。そうですね。あとはね、山あじさいコーナー作るんで、山あじさいだけのテーブルを作りますので。なるほど。あっちにあります。山あじさい、じゃあ最後に言いましょうか。これ全部山あじさい。ここ全部、こっから全部です。よし、うちで増やしたやつ。ほらほら、もう花芽上がってるでしょ。ほら、これね、山あじさい、これ舞妓だな。舞妓山あじさいって言って、ピンクのまん丸いさい。ちっちゃいのもあるね。これ5月の連休の時には、もうちょっと。もうちょっと葉っぱが花が膨らんでますけど、色はまだつかないんだよね。じゃ買ってからお家で楽しめるみたいな。そうですね、そうなっちゃうかな。これなんだろう、ボウガズルっていう、これも手まり関係かな。この辺か、小さく作ることもできるってことですね。そうですそうです、できるんだけど、これ半日陰にしとくんでね、ちょっと大きいんだけど、500円ぐらいか、500円からあります。うんと立派でもまあ紫陽花ですから、そんな高くはないです。この辺が好調木、これ網目レンギョウって言ってさ、葉っぱが可愛いでしょ。網目になってるんですよ。レンギョウです。この辺が紫式部で、花芽がついてますよ。見えますか？ほら、これが花芽です。もう花上がってる。早いな。ほら、これ花芽なんですよね。見えるかな。うん、最初の花芽ポコって、これほらポコって出てるのね。これはおぼろ月っていう白の野バラです。バラもね、もうあと花の時期に見て決めたいですよね。どうせならね。ところがね、いつもの年は5月の連休に咲かないんだけど、今年ちょっと早いよね、やっぱりね。早いから見れるかもしれない。これ雅ですね。花上がってます。これが花芽になるんです。ここのとこがね。だからこうって出てます。肥料あげたのがちょっと遅かったんで。あともういっぱいあるからね。そうですね。ほらこれピラカンでしょ。この辺はもうぐちゃぐちゃ。商品紹介の方が動画長くなりそうですね。そうですね。ほらね、これも好調木もほら花いっぱい。咲いちゃいそうだね。でもね。というわけで、5月の大盆栽祭り。皆様のお越しをお待ちしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。